松平朝則は、江戸時代中期の大名。はじめはりま姫路藩主、ついで上の前橋藩主、さらに、武蔵川越藩主。直木系越前松平家古代。松平明則の長男。関炎元年12月27日、11歳の時、父が急死し、姫路藩15万国を継ぐが、姫路は最国を抑える幼稚であり、藩主が幼少の場合には他国に、 国替えという不分律があった。かつて曾祖,祖父の名を乗りも、幼少を理由に、姫路から越後村上藩に違法させられたが、この時も、幼少の朝乗りには、姫路藩主は不適当とされ、翌関延2年1月22日に、かねて、姫路天保を狙っていた前橋藩主にして、抜格の重鎮、坂井忠隆と交代で、前橋15万国への天保を命じられた。 法暦9年12月12日、将軍、徳川家重の右大臣天人に伴い、道の区藍津藩主、松平方信と共に、朝廷への使者として内定されたが、大江彦根藩主で大老のいいなおが幕府内での、序列筆頭にして、幕府大老のいい後、審判の筆頭閣の一角である、藍津藩、そして、審判にして、将軍家の兄の家である、 越前松平氏一門の朝のりに鑑みた上で、工作を行ったことにより、内定は覆されて、松平方信と、井伊直行が死者となったが死者となる。前橋藩は、根川の洪水によりたびたび被害を受ける難所であり、前橋城もまた、本来は、根川を利用した点検の要害であったが逆に、その利根川の激流によって、年々上地の侵食を受けて、 城郭の破壊が進み、朝乗りの台には本丸にまで浸水して、居住するには大変危険な状態となっていた。かねてからの財政難もあり城の再建を諦め、明は米年無9月15日、本丸崩壊の危機を受け、幕府の許可を得て、居城、半町を前橋から川越に移した。前橋城周辺の前橋領は、川越藩の大貫支配となり、前橋城は、 名和6年に廃城破却となった。名和5年死去、去年31。家督は、次男の直期久しが継いだ。ありがとうございます。